で、まあそういう意味ではこれはかなりまあドンシャリ系のイヤホンだなっていう感じでしたね。まあでもあのね、ずっとね聞いてると耳が慣れてきちゃうんですよ、こういうのに。はい、どうもショートです。今回ですね、まあなんかイヤホンレビュー的なものをしてみたいかなと思いまして、まあなんかきっかけは僕がね使ってる、こう普段使ってるのはこうアビオットの完全ワイヤレスイヤホン TWS と言われる TED-01D と Mac2 を使ってるんです。で、もうなんかイヤホンの音質に関して正直そこまで不満がなかったんで、まあなんか特に気にしなかったんですけど、でもなんか特にこれとか TED-01D とかが出た時ってなんかまだ完全ワイヤレスイヤホンってこうまだ市民権を得てなかったというか、何こう1000円のイヤホンより音質悪いしみたいな、全然音良くないしみたいな、そういうのすげー言われたんですよね。いや嘘でしょと。あとこれ多分だって当時だって1万ちょいくらいお値段したから、さすがに1000円の有線より悪いわけないでしょって思って、まあ実際買って、でまあ超音質いいってわけじゃないけど、でも全然普段聞きする分には十分だし、あと僕なんかこう家でね、こう別にチーンとおとなしくこうなんか音楽に全集中をしてこう浸るみたいなのはこう完全ワイヤレスではしないんですよ別に。例えばこれ僕の使ってるこうメインのねモニターヘッドホンなんですけど、まあこれフォステックスっていうメーカーの TH610 ってやつかな、まあ、7万くらい、まあ、7万以上しますね値段的には。まあそういうのでこうミックスしたりとか、まあ音楽聴くときもまあこういうの使ってて、でまあ家で浸るときはまあちゃんとしたヘッドホンを使うし、でまあ外なんて結局のところこう電車に乗ったりとか、まあ歩いてたりとかすると、まあ周りの雑音ってどうしても入ってくるじゃないですか。まあノイキャンしたって入ってくるもん入ってくるし、っていうかノイキャンして全く聞こえなくなっちゃったら逆に危ないというか、まあそういうのを考えた時にね、僕は別にこういうので音質は全然いいなと思ってるわけですよ。でまあ普段もうだからイヤホンって買ってなくて、もうこの完全ワイヤレスのこう利便性が勝っちゃってて、イヤホンをわざわざ買って使うっていうタイミングがちょっと僕の中では全然見つからなくて、まあただなんかそのこんなん1000円のイヤホン入れ音質悪いわいみたいなことを言われてたっていうのがなんかどうしても気になってた、引っかかってたんですよ。だからちょっともう改めて、じゃあ1000円以下とは言わず、まあまあこうイヤホン買う人が大体買うだろうなみたいな有名なモデルとか、なんかどこにでも売ってるやつとかって、そういうのとちょっと実際に聞き比べをしたいというか、まあ今回は第1弾ということで、そのこいつの音質云々っていうのはまた最後の方にとっておいて、でまずはこうどこにでもあるイヤホンっていうのを一個一個聞いて、まあそこをしっかりレビューしていこうみたいな、しっかり聞いていこうみたいなね、まあ、そういうのをやっていきたいなと思って。で、じゃあ第1弾何やるのかと言いますと、ででんね、これ、わかるわけないやん、これ。見ただけでわかるわけないんだけど、これ、セブンプレミアムのイヤホンです。セブンイレブンで売ってる、セブンイレブンプロデュースというか、セブンイレブンが作ったイヤホン。まあ、これ、どこでも手に入りますよね。まあ、セブンイレブン全国に基本的にはあるわけだから。まあ、そうするともう、多分日本一どこでも手に入りやすいイヤホンと言っても過言じゃないのかなと。まあ、こうセブンにはね、いろいろまた他にソニーのイヤホンとか、iPhone のね、付属のイヤホンとか売ってるんで、まあ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 、それはちょっと置いといてなんですけど、まあなんか昔からね、こうコンビニでイヤホンって買えたし、なんかそれっても音質云々っていうよりは、まあとりあえず買えるよね、みたいな、まあそういうノリで、こうなんか置いてあるものがほとんどだったんじゃないかなと思うんですけど、じゃあセブンイレブンのやつどうなのみたいな。で、ちょっと検索してみたんですよ。セブンプレミアムイヤホンで検索したら、まあ基本なんか褒めてる人が多かったんで、ああ、じゃあ結構期待なのかなと思ってて。まあちょっとなんか詳しい性能とかうんぬんっていうのはちょっと省くんですけど、まあただこうなんかミュージシャン的な目線というか、まあこう僕はもうボーカル、ギター、ベース、ドラム、あと DTM もやるし、あと自分でミックスとかもやるんで、まあそういうのをやる人間の耳からして、じゃあどう聞こえるんですかみたいな。だそういうちょっとね、バンドマン目線、ミュージシャン目線での話とかもちょっとできたらいいなと思ってます。で、まあリファレンス曲ってのもこう用意してて、で、その基本的にそのリファレンス曲を聴きながら、この曲の部分はこうだよねとかっていうリアクションとか感想を得たらなと思ってて。なんか結構、みんななんかそのイヤホンレビューするときにみんな何を聞いてるのかってあんま言ってくれる人少ないじゃないですか。だからちょっと僕はこう、もうこれ何聞いてますよとか、で、この曲のどの部分的にこうですよみたいな話もまあできるものはね、コメントできるようなものはちょっとしていきたいなと。
なんかコメントしようがない時もあると思うんで、ちょっとそこは省くんですけど。で、まあこうあのリストをね、ここに作ってあると思うんで、まあこんな感じで、まあ有名な曲、あとまあちょっとジャンルというか、こう、曲の編成とか曲の展開とか、ちょっとそういうのもこうバランス見ながら、あと自分の趣味もちょっと入れていきながら、まあ、ちょっとね、ちょっとずつね、こうコメントができたらなと思います。で、まあ、邦楽と洋楽、なんとなくバランスよく、こう、有名な曲をね、含んでますっていう感じで、ちょっと見てもらえればと思います。じゃあ、早速聞いてみましょう。じゃあ、まず、リサのグレンゲ。はいはいはい、まあ、イントロ、静かなところはね、ちょっと刺さるかな、こう。歌詞が強くとか、そう、走馬灯の、そうが痛いとか、あの、つかみたいものがあるの、つ、つ、痛い。まあでも、こう、あの、A メロの打ち込みのハイハットとか、右側から聞こえるやつはね、結構、あの、わかりやすいんで、うん。あ、でも、まあ、サイドのギターの音は、比較的迫力がある感じ。まあただこのクラッシュを叩きながらドラム刻んでるんですけど、そのクラッシュの音とか、うん、ちょっと痛いね。でもね、やっぱ一番はね、歌詞が刺さる、あの、いい意味じゃなくてね、心に刺さるとかじゃなくて、あの作業とつとかちょっと刺さるこう発音っていうのは全部痛いですね。うん、ちょっとボリューム下げちゃうかなって感じ。まあでもこう 2A のこうフロアタイムをこう叩きながらこう刻んでるとこのフロアタイムのこうアタックの音とかめっちゃ聞きやすいかも。うん、でベースも比較的、うん、あのもわーっとしすぎずに割とはっきりすっきりして聞き取りやすいんだけど、まあ、ただ例えばサビとかね、ベースを聞こうと思うとこうリサさんのこの作業の音がめっちゃ耳に刺さるんで、ちょっとそれをね聞きたくてもちょっと集中できないというか、うん。はい、次、エメさん、片思い。あーもうね、最初の、例えばの、トゥトゥ、例えばの、こう、トゥトゥが、トゥトゥめっちゃ刺さる、痛い。あ、昔より、死が。うん。あの、ギターの音めっちゃ好きですけどね、この伴奏の、うん。あのちょっとシングルコイルのねいいとこがしっかり出てるとは思う。うん、でもねやっぱこの曲ね歌詞に作業が多いからめっちゃ刺さる、耳に心にも刺さるけど、いい曲だから、分かってよ分かってよって、あダメだなこれ、あのねサビのこれがねもうダメ、痛い。うん、あの誰夢がのとこのこうバスドラムのドーンっていう音はすごい気持ちいいですね。うん、まあまあ聞こえるというか、でも多分この曲ってもともともっとねすごい低いところ、本当になんかお腹が鳴るような低いところでドーンって鳴らしてるはずなんで、でもそこまでそういう感じではない、だからドンシャリってほどでもないのかな。うん、っていう、でもとにかく痛い、あのこれが痛いってことは結構ダメージでかいな。フルでちょっと今聞けないもん、聞きたいけど。あ、はい、次ベイビーメタルのギミチョコ。あ、痛い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 、もう全痛い痛い痛い、ごめん、あのね ドラムのねスネアもキックも全部バチバチバチ、もう見せすっげえ刺さる。うん、ドツドツドツドドーンじゃなくてバチペチペチペペンチチペチペチペチみたいな、ずっとピチピチ言ってんだよ。いやいや、こんな感じじゃなかったけどね。俺、あの、別のイヤホンっていうか、あれで聞いてるときは。マジか。ちょっと待って、これも、ちょっとフルで聞きたいけど、聞けないな。うん、この、刺さる攻撃というかね、耳に刺さる感じがどこまで許容できるかで、結構人によって好み分かれそうですね。で、まぁ、ちょっと、サイドのギターは、あんま迫力あるように聞こえないですね、ちょっと。なんでだろう。なんかあんまメタルっぽいギターに聞こえない感じにはなっちゃうかな。でもね、この曲に関してはね、ボーカル全然痛くないですね。うん、ボーカルはすごくいいバランスで聞こえてます。ただドラムがずっとビチ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 耳に刺さり続けるので、
この曲の3分50秒くらいの間ずっとね耳に痛いですそこはちょっと間違いない。はい、次ワンオクロックで完全感覚ドリーマー。うん、あ、別にイントロのドラムはいい感じ。はい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 、こうクラッシュを叩きながらね、こうイントロのとこドラムやってるんですけど、まあちょっとハイはきつめに聞こえるけど、刺さるかって言ったらそこまでじゃなくて、うん、でベースもね、まあベースも比較的何やってるか聞こえますね。あの、だゲームスタートとかパスタイムとかスとかパスとか、この発音のあたりはやっぱ刺さるけど、他の曲に比べると比較的刺さんない。うん、うん、ベースラインもね、こう B メロのベースラインとかもすごい聞きやすいし、まあギターはちょっとシャリシャリしてるっていうか、こうなんかこういい意味でこうキャビネットの鳴ってる低音感みたいなのがねあんまない。あ、This is こうサビのね This is のもう This is 全部刺さる、全部刺さる。でもねまだ聞けるんだよね、まだ聞ける。でも完全感覚なんだ、完全感覚ドリーマー。うん、なんかかもきつい。で、We say yes, say yes. せも痛いですね。これはあんまボリューム上げられないね、やっぱ。まあ、比較的聞きやすいけど、まあ、刺さるとこはしっかり刺さってくる。はい、じゃあ、エルレガーデンの高架線。あ、でも、ほんの少し前にの少しとか刺さんないね。うん、全然いいな、これは。うんうん、全然こう、今のとこね、最初のこう、静かな A メロ、B メロあたりは、普通にめっちゃ聞けます。うん、いい感じ。ギターもいい感じ。あー。Yeah, I'm a dream, dreaming, dreaming, のこう、ジュッ、ジュッってとこが、ちょっと痛いですね。あー、南北へつづ、あ、作業じゃなくて、立ちつつとか、そこら辺が、この曲では痛いかもな。まあ、刺さるけどね。でも、さっきほどじゃないんだよな。こう、最初の曲ら辺ほどじゃないんだよね。なんだろ、やっぱ男性ボーカル、女性ボーカルってのでも多少違うのかもしれないね。まあ、ただこう、エルレって、めちゃめちゃギターがよく聞こえるミックスなんですよ。だからもう、こう左右のギターめちゃめちゃ何やってるか分かるってのが結構売りのミックスな感じが俺はするんだけど、ちょっと分かりづらいですね、やっぱ。うん、ちょっとギターが奥に引っ込んでる感はありますわな。あ、でもね、エルレのベースって結構聞き取りにくめなんだけど、こう A メロの部分、2A の部分とかをねすごいはっきり聞こえる。はい、じゃあアビーチュウェイクアップ。あー、なるほど。あの最初のイントロのアコギは、まあ、結構こう弦のハキハキした感じが伝わって、うん、いいっすね。あー、もうボーカルはずっと刺さるな。もうね、こうボーカルの処理的にね、このイヤホンだと何歌ってても刺さる、耳に痛い。うん、なんだろうね、ちょっとハイミットが強調されてるボーカルなのかもわかんないんだけど、すごくこの真顔で言うことじゃないんだけど、すごく相性が悪いと思います。うん、ちょっと俺はきついな。はいはいはい、うん、あのこうドゥンドゥンドゥンってこうね、B メロみたいなところで入ってくるじゃないですか。まあ、そこはね、なんか EDM っぽくないキックになっちゃってるなって、こうなんかバチバチ感だけ強調されてて、こうなんかお腹が揺れるような低音ってのはちょっと聞こえないなっていう。ここねすごい、まあ、気持ちいいですね、聞いててね。まあ、もっと低音欲しいなって気持ちにはなるけどね。はい、テイラー・スウィフトShake it off。 ああ、でもこれかっこいいな。こうドラムパターンがね、ちょっとあの多分リムとか叩きながらさやってるんだけど、そのリム叩く音とかね、すごいなんかこうキーの鳴ってる感、スティックの鳴ってる感があって、うん、この音は好きかも。で、あのこのドラムパターンってそんななんかキックとかもちょっとオールディーな感じにしてるから、だからあんま低音出てないんだけど、だから全然このイヤホンだとそれが気にならない感じ。別に低音ないからね、もともとね。あとね、全然ボーカル刺さんない。なんでだ、すごいな。うん、なんか全然、スの発音とか、全然気持ちよく聞こえますね。うん、シェイクシェイクシェイクとかも。
そうね、一番こうきつい音って言ったら、そのさっき言ったこうちょっとスティックのリムに当たってる音とか、こうハイハットのジャーって音とか、そこら辺だけど全然それも悪くないし、あ、これは気持ちいい、ハマってるハマってる。あー、ちょっとね、 2A のね、この右側から聞こえるね、多分カウベルっぽい、こうちょっと一瞬で聞こえるね、カンカンスカンみたいな、こうこれ痛いねこれ一番右に振ってあるこのカンカンの音が、うん、ちょっとそれは痛い、やめてくれって感じなんだけど、そう、このカンカンはちょっと痛いな、うん。あ、でもサビやっぱ気持ちいいですね。うん、こうベースのなんかこうシンセベースのこう浪感とかもすごく気持ちいいし、うん、シャキナーフシャキナーフのシェーも全然刺さんない。うん、なんかボーカルが見事に気持ちよく聞こえてるから、全然これはフルで通して聴けるなーって感じでした。じゃあ Bring Me The Horizon のドローン、うんうんうん、なるほどね。まあちょっとスネアのアタックの音が刺さるかな刺さないかなくらいだけど、でも気にはなんないですね、そこまでね。はい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 、もうこう割りきかちこう全体が一体となってきてる感じはするんで、あ、ボーカルもいい感じ、すごく全部気持ちいいですね。まあ、ただやっぱギターのね、こう何やってるか感っていうのはちょっと分かりづらいな。このこれ A メロのね、こうディレイのかかったギターがね、なんかこう普天八部のギターみたいなのがかかるんだけど、それもちょっと聞き取りづらいよな。うん、はいはいはい、まあサビも気持ちいいですね、全然。まあ刺さる箇所は少ない。なんか刺さっても気になんない。うん、はい、じゃあアリアナグランデのセブンリングス。まあまあまあ全然最初のこうイントロのね、こうシンセのパッドみたいな音もまあ刺さるって感じじゃない、気持ちいいですね普通にね。ああ、あ、ボーカル刺さるな。はい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 、うんうん、ボーカル痛いっす、これは痛い痛い痛い。はい、ちょっとねウェイクミアップの時に近い感じかな。あ、なんかこのね、ベースの音がこの曲ってすっごい低いのよ。グレンゲーよりも全然低いとこが出てて、なんかすごいなんかもう何こうウーファーが震えるようなね、こうもうステージというか体が震えるような低音とか出てるとこがあるんだけど、そこもね、あの何をやってるかは割と聞き取れますね。本当にそこまで低音が出てるわけではないんだけど、でも聞き取れるっていう。ただ、スネアの音が痛い。そう。チッ、だって。このチッドンチッみたいなチッの音がちょっとそこは痛いですね。ここは刺さる。ボーカルもちょっとずっと刺さりがちだしね。なるほどな。あんま相性は良くないかもな。はい、じゃあ最後へ、スリップノットのサイコソーシャル。あー、まあメタルっぽいギターがね、ちょっと薄いというか弱いというかね、奥まっちゃってる感じ。ねえ、こうあのキックの音もね、もちろんメタルのキックだからすごい刺さってはくるんだけど、うん、あとこうスネアとタム回しでタルルルルルルバーンみたいな、こうフィールの時とかも、うん、あのずっとバチバチいってんなーはあるけど、ギミチョコほどは刺さんねえかな、あの耳に痛すぎないというか。まあでもちょっとね、こうボリュームを上げていくとね、やっぱその刺さる部分目立つんで、うん、まあまあまあ、やっぱメタルとはちょっと相性良くないな。うん、メタルは結構やっぱバチバチしたね、スネアというかドラムの音が特徴なんで、そこ思うとな、シンバルは悪くないんだけどね。うん、シンバルはいいんだけど、やっぱ太鼓系のアタックの音が全部きつめですね。うん、でまあやっぱメタルっぽいギターのね、ヘビーな感じってのもちょっとあんまり感じないですね。でね、こう普通のっていうか、いつも僕が聴いてる環境で聴くよりもボーカルがすごい奥まって聞こえる。なんかドラムうるせえっていう感じ。まあこれ多分ね、こうアタックが刺さりまくるからだっていうのはあると思うんだけど、普段ならもうちょっとね、ボーカルとドラムは同じくらいの強さで聞こえてくるんだけどね、ボーカルが引っ込んじゃってますね。はい、そんな感じでね、セブンプレミアムのイヤホンのレビューをね、ちょっとやってったんですけど、まあちょっとあの実際にね、こうあの曲を知ってる人、まあ知らない人もあのリンクを貼るんで、まあちょっとそれを一緒に聞いてもらえたらなと、もしね、まあこれ持ってる人がいたらね、まあ僕の言ってることなんとなくわかるんじゃないかなと思いました。でね、まあ比較的ね、こう女性ボーカルのこう、チッとかスッとかっていう音、
ットにちょっと弱いなーっていう感じがするのと、あともうメタルとは相性ちょっと悪いですね。メタルのドラムの音とは相性が良くないなと、ギターの迫力もちょっとそんな強くないというか、例えばこう iPhone 純正のイヤホンとかあるじゃないですか。あれでもね、もうちょっとこうなんかキャビが鳴ってる感じというかね、こうギターのね、こうキャビネットの部分がズンズンって揺れてるよっていう感じとか、メタルの曲とかだと出たりするんだけど、ちょっとそういうところでのなんか改造感じゃないんだよな。別になんかこもってるわけじゃないんで、まあそのギターの気持ちいい低音の部分がちょっと出てないなっていう感じはしました。まあこうね、まあちょっとその、話は戻るけど、こうアビオットのね、こう TED-01D を使ってる僕からすると、ちょっと別にアビオットの方が良くね、普通にっていう印象にはちょっとなっちゃいましたね。ただね、あのオールディーな音源というか、テイラー・スウィフトのシェイク・イット・オフとかめちゃめちゃ良かったですね。なんか本当に可もなく不可もなくというか、ちゃんとなんか音源のいいとこがしっかり伝わってくるし、だいい意味でも悪い意味でも、こうレンジの狭めの音楽とかなら、わりかし聞けるのかなっていうね。あんまこうはっきりくっきりした音源とか、ちょっとハイファイめな音源とかだと、ちょっとこの痛い部分が刺さってくるなって印象でしたね。でまあそういう意味ではこれはかなりまあドンシャリ系のイヤホンだなっていう感じでしたね。まあ、ドンシャリ系なんだけど、じゃあ低音めっちゃズーンってくるかっていうと、まあそこまで来ないので、まあこうなんか低音がボーボーするわけじゃないんで、ある程度こう低音は出てる感じはあるけど、まあスッキリは聞こえる。でちょっとね、やっぱ作業とかの痛いとこ刺さるってのは、僕はちょっとこれは苦手な人は苦手じゃないかなと思うんですよね。まあでもあのね、ずっとね聞いてると耳が慣れてきちゃうんですよ、こういうのに。30分くらいずっと聞いてると、別にこの音になんか当たり前になっちゃって、まあ、人間の耳のこうなんかいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、まあ、この刺さる音ってのはずっと聞いてる人はまあ大丈夫なのかなと。まあこれをね、エイジングとは言わないと思うんですけど、まあだからこう何もね、こうなんか耳がフラットな状態でパッと聞いた時にはね、刺さるとこが痛いなっていう印象が強くて、僕はちょっとこれ1000円出してまで買うか、まあ買ったんだけど、価値があったのかっていうと、僕ちょっと微妙でしたね、正直。なんか、まあちょっとね、難しいんだけど、もうちょっと1000円とかでも多分フラットめなイヤホンっていうかまぼこ型のイヤホンみたいなのがあると思うんで、そういう方が僕はこういいんじゃないかなと思って。まあ、っていうか iPhone 純正でよくねとも思ったし。まあ、そんな感じでしたね。あんまこう、いい点をつけられなくて申し訳ないんだけど、いいとこ見つけられなくて申し訳ないんだけど、まあ、でもテイラーとかのね、レンジ狭めの楽曲というか、だかちょっと古い音源とかなら多分全然問題ないと思います。多分80年代とかの音とか、まあ、6、7、80年代くらいの音だったら、もしかしたらこう高い音ってね、こうそこまでレンジが広くないので、だから耳に刺さる音っていうのはちょっと少ないんじゃないかなと思って。そういうミックスの音だったら、問題ないです。本当に。高音の刺さるだけなければね、まあ、そんななんか問題なく聞けたんじゃないかなっていう感じはしました。今そんな感じでこうイヤホンレビュー第1弾ということで、まあ第2弾第3弾とかもいろいろ一応もうね買ってはあるので、ちょっとそれをやっていってんで、最終的にじゃあその僕の使ってるこのアビオットのね完全ワイヤレスイヤホンと比べてどうなのみたいなねっていうところまで持っていければ、まあとりあえずこう僕のやりたいことはこうやれるみたいな感じでちょっとやっていきたいと思います。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。